2年連続決勝進出をかけ、会場ではおよそ100人の生徒が熱い声援を送っています。仙台育英高校の宮城の校舎には運動部員や修校中学校の野球部員およそ100人が集まり、大型モニターで育英ナインの活躍を見守りました。やっぱり決勝まで進んでほしいなって思います。プレッシャー感じないで楽しんでほしいなって思います。これまで勝ち進んできたようにまあやれば大丈夫だと思うので、まあ、全力で応援してます。3回裏、6番鈴木がツーランホームランを放つと、会場には大きな歓声と内輪を叩く音が響きました。そして9回表、湯田が打ち取り決勝進出が決まると、2年連続決勝行けてよかったなと思います。同じ学校としてとても嬉しいですね。